アイプラザとヨハシは愛知県とヨハシ思想館町にある文化施設である。指定管理者として株式会社系ミックスによって管理されている。2005年に愛知県が発表した県内にある11県すべての勤労会館を順次廃止するという計画のもと2012年3月末で一時閉館。なお2013年1月現在残る愛知県内の勤労会館は 一宮近道福祉会館と微細近道青少年福祉センターのみである。その後、市民からの要望や、他の豊橋市の文化ホールが、豊橋市公会堂と豊橋市民文化会館の共に、座席数が600程度の小規模なものが中心である。ため、豊橋市がアイプラザ豊橋として2013年より営業を再開したが、宿泊施設は廃止された。大ホールは、 東三河地区最大の座席数となっており、各種コンサート、文化祭、舞踊やカラオケ発表会などに利用されている。小ーホールは公演、ピアノ発表会、会議、研修会などに利用されている。ホールツアーの愛知県東部の会場として、ポップ系から演歌まで幅広いジャンルのアーティストから利用されている。以下ではリニューアルした2013年4月以降に、 公演を開催した、主なアーティスト50音順に掲載。2007年8月16日、アムロナミエ、ナミエアムロベストツアーライブスタイル2006開催。ありがとうございます。